今日やったとこ、長芋の動画には入っていると思うんですけど、みんなつけて。で、まず、考えてほしいのに、ものをして、軸の周りのこういう運動ですね。軸をこう移動させるんじゃなくて、重心を移動させるんじゃなくて、まあ、重心、こう軸っていうものが、僕は重心のところを通ってるんですけど、その周りの運動をちょっと考えてほしいですか。で、ムーブメントですね。で、まず、左右に体重移動するときに、こういうふうに真横に、あんまり真横にっていうのは難しくて、普通にギュッと腰を落とすと、斜め下にこう、こういう形で落ちていきます。腰はギュッと。腰を落とすとギュッと。こういう感じですね。で、こういう腰のロールをするんですが、まあ、水平方向だけ取ると、こういう腰のロールをします。で、その時に、体全体がそれに連動して、ギュッギュッとやっても、よくはない、まあいいんですが、よくはなくて、動かす必要が大きいと、その分、いっぱいパワーが必要に、動かす、力のもとが必要になります。で、今、何がパワーのことかというと、足の裏でこう摩擦で地面を蹴っている感じになるんですけど、これを細かくやろうとすると、素早くやって細かくやろうとすると、だんだん足がこうスリップしていきます。で、まあ、摩擦っていうのも限られた資源なので、あまり大きくなるとスリップし始めてしまいます。で、早く動かしたい、でも摩擦、得られる摩擦力には限度があるどうするかというと、歩くのに必要な部分で、腰の部分だけですね、ここだけを動かすようにイメージします。肩はその前に残して、腰だけこう、上下にこうですね。こうじゃなくて、腰の部分だけこう動かすようにイメージします。で、そうすると、ミニマムで動かすことで、力が伝えていきます。で、さらに言うなら、相対的に腰が前に出るものに対して、ボディは逆方向、これに対して逆方向にこう動くような形になります。で、腰がこっちからギューッと落ちるのに対して、一緒にこう落ちるんじゃなくて、元の状態でキープするように、体は大げさにこう、こういうふうに動きます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、これが体重移動に伴う、上半身の動きですね。連動しちゃうと、これが一緒に。これは、バイドしている状態です。で、これと、もう一つ。そもそも前に行くっていうことで、よいしょって前に行くことで、体全体傾きます。ただ、正面がこっちで、これも同じで、こうやってたらいっぱい動かす部分のパワーが必要なんで、ひねられる部分に対して、足とかをこう内側にこうひねって、体を正面に残すような形で、よいしょ、こうじゃなくて、こういうひねりが発生します。こっちもこうじゃなくて、こういうひねりが発生します。こうですね。で、それが、この2つが重ね合って、左が前にと、右が後ろのときはこういう動きが発生するし、右が前と左が後ろのときはこう。で、これが、一歩前、後ろ。なって、こっちも一歩後ろ、一歩前。で、さらに一歩増やすと、サルサのフェイシングの動きになります。で、この折り返す時の動きと、またキープしている時の動きが違うので、一つ一つ、まずこれは折り返すだけの動き。で、これの時は、こっちの足がキープの動きになるので、その時のボディの形。で、こっちの時は、こっちの足がキープになるので、その動き。で、サルサのベーシックの動きっていうのをちょっと自分たちで整理してやってみてください。OK。で、次、カウントの話ですね。カウントの話は、簡単に言うと、1と5を4エンドと8エンドで組んじゃって OK です。
で合わせる音はトゥンバオっていう音があって、さ、トントン、さ、トントンのトントンの2拍目がその音になります。で、8エンドは4エンドっていうカウントなんですけど、わざわざそれを言ってるインストラクターっていうのはほとんどいません。それをもう1って言ってしまってます。で、オンカウントだと、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。で、8エンドで踏むと、6、7、8、N、2、3、4、N、6、7、8、N、2、3、4、N、6、7。で、これをカウントも丸めちゃって、1って言っちゃうと、6、7、1、2、3、5、6、7。1、2、3、5、6、7、こういう感覚で1、2、3、5、6、7いるようにします。で、まあ、効果としてはその1つ間隔ずらすことでその前と一緒 1.5 カウントずつになって均等になるので割と動きが滑らかになるというようになってきます。まあ、これはちょっと将来的にあの回転と合わせて説明していきたいと思います。で、ペアワークで、今日やったのはまず距離感と力ですね。今この2人とも止まってますけど距離が等しければ力は発生しません。でベーシックっていうのはあの2人とも動いてるんですけどこの距離感のまませーの1、2、3、ここの距離感が変わらない部分にはあうちは、まあ、力が発生しません。で、リーダーが、まあ、この距離感を変えるんですけどまず1で変えてみましょう。1、2、3、1、2、3、5、6、7、1までは距離感同じで2の時に男性はだと距離感を縮めます。そうするとここがバネになって縮まって言われたらこう外向きに行く力が発生します。でそれを受けて女性はその力を受けて自分の移動する距離を変えます。で元の距離になったらテンションが抜けて、くっついてるんですけどノーテンションというような状態になります。ちなみにリーダーはその力をどうするかというと、どっちかというと動きを変化することで使っているわけで体を傾けて重力の方向を変えて今の力を作っています。でこれで伝えてその結果女性は傾くんじゃなくて傾かないように移動する距離を変えてそれを受けます。それが、まあ、動きの変化になります。で外側の時は1、2、3、5まで距離が同じ6の時に男性はわざと動かないようにすると今距離感が広がって縮まる力が伝わってます。でその結果成分の足が阻止されているというような形になります。でこれを同時にやると1、2、3、5、6、7、基本的に男性が傾く重力の力を使って力を発揮させて女性は傾くんじゃなくてそれを移動する力に還元して動きを変化させるということがやります。で、今日はオープンブレイクという形なんですが、5、6の時にベーシックから1、2、3、5からで女性はいつもこの6を踏み戻します。男性はその場もしくは後ろですね。でこれは相対速度というかお互いの速度によってなんかすごい勢いよく相手が向こう行くときに止まっちゃうと、逆に強すぎる力がかかるので例えばその前でクロスバディすごい移動させるクロスバディリードをやった場合は多少追っかける形でもこれは十分オープンになります。今僕5の次6を踏みましたけどこれでもオープンの力になります。2人が考えるニュートラルの距離から広くなったらお互い腕のバネを使って内側の力を使う。これがオープンになります。でオープンしてで
回すリードを重ねるんですが、まず回さないリード、あー、回さない、まっすぐ行くだけの力の場合は、ワン。それで女性の2を乗り越えさせます。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー。こういう感じですね。でこれが、オープンのタイプの6、7、5か7かけて引いて2を乗り越えさせる。でこれに回転を加えます。で回転を加えた今日1つ目ですね、あの先週もやりました軸側の足を止めるということをやります。で今6、7から引いたんでどこの足で軸を作れるかというと7以降の足だと実はどれでも選択できます。でまあ、わざわざ3とか5まで待つ必要はないんで、せっかくオープンでやったので、2より前の1なしでやってみたいと思います。1、2、3、5、6、7。で、これでもう向こう行く力があります。で、1の時にここを止めてあげる。そうすると、まあ、回転を始めるということになりました。5、6、7。で、ここで引っ張りが終わって、ワン、そうすると、ここを追いついて、ワン、これが一つ目のマジック。ワン、ツー、スリー、ワン、シックス、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、シックス、ワン、ツー、スリー、ワン、シックス、こうですね。で、まあ、オープンやって、前回やったワン、一つ目のマジックを合わせたんですが、今日やったのは2つ目の回し方ですね。で、こっちが軸の時に軸と逆側を、まあ、手とか肩どこ使ってもいいんですがこの円の回転方向にシュッと回してあげる、まあ、単純に、まあ、前回は方向を変えるっていう意味ですがこっちは本当に、ま、回すに近いイメージになります。逆にこっちの足に乗ってもらって逆の足に乗ってこっちが今の軸になるのでこっちをこういう斜め方向にいいのになります。あ、すいません。で、ちょっとやりますね。2で、すいません。3で右回転しますね。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン。で、2で、こっち回り、1、2、3、5、6、7、1、2、5、6、7、1、2、3、5、6、7、1、2、5、6、7ということになりました。で、これで角度を変えて、ちょっと回す量を増やすというのをやったんですが、また今後やっていきたいと思います。以上、ありがとうございました。